この中はブルーホースです。Wish I believe God were looking out for us right now。皆さんご予定はいかがでしょうか。But I think we're on our own。特にご予定がないという方でね、ぜひ最後まで動画ご視聴いただいて、チャンネル登録、グッドボタンを押していただけたら幸いでございます。で僕ね、会社の創業記念日ということで5月2日はお休みをいただいているんですよね。で、まあっていうのも、もともと別の日なんだけど、まあちょっとゴールデンウィークのね、休暇に重ねるという仕組みになっているというところがあったんで、まあ、今日は高級会社としての高級米いただいていますですね。すみません、ありがとうございます。はい、前回はね、おっ、痛い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 って叫ぶな、この距離で叫ぶな、うるうる、喉チンコ白裂、白裂、喉チンコ炸裂、炸裂もおかしいな、破裂やん。まあちゅうわけでね、ピンとりあえず適当に開けてみようかなと思ったりしたんですけどね。で、ちょっとヘレナを困らせたいという。ゲスすぎるな。オープンステージ。もうゾンビ出てくるかな、まあ、前回ちょっと無限陥没乳首を持ったおっぱい。違うな。陥没乳首おっぱいってなんだ、無限おっぱいを持った陥没乳首のボス、ガス噴射しまくるボスをね、ぶち倒したというところから、まあ、スタートして、まあ、さらに近づいて進んでいくというパートでございますね。まあ、なんかよくわかんない、今日いたのか、ちょっと待って、ありがとうございます。Thanks。 今ので、雰囲気をやめることにしました。はい、ありがとうございます。命を作ってくださいました、この女性が。はい、この命を作ってくださった、なんか、ちょっと教会ってずーっと連呼してる女性の方がいらっしゃるんですが、その方がですね、この地下施設に何か、意味ありえなことを言っているということなんで、まあ、そこを探りながらね、どんどんどん次へと進んでいくというふうに思います。ちなみに、さっきちょっと調べてみたんですけど、エンブレムを破壊する旅だっていうことで今回のコンセプトやってるんですけど、なんかもうこのチャプターも全部壊れてるというところだったんで、まあね、単純にさ、エンブレム壊すだけの旅を、見ても面白くないかなと思ったんで、まあ、一応ね、普通にクリアしていく姿っていうのもお見せしたいな。ナイスセキュリティシステム。You just have to punch in the numbers on the doors。それとしてもよくできたセキュリティよね。どっちの意味なんだろう。すごいねーって意味なのか、安っぽいセキュリティ作りやがってって思ってるのか、まあ、で言ったら、何パターン6パターンしかないのか、0120211でしょ、で120、あ、6パターンか、120102でしょ、で210201、6パターンしかないのね。 It's open, let's go。 確かにセキュリティってガバガバだよ、セキュリティって言えないよ、なんか ただのなんかこう遊び心みたいな、なんかずーっと後ろも振り向いてブエーってやってるやついるけど、うん、まあいいや、さっき進んでいこう。シレットバイオハザードって書いてあるけど、ここって確か拷問室というか、なんか監禁室みたいなもんじゃないのかな。これがその研究所に続いてるって、なかなかやばい仕組みになってるよね。Deborah must be close。 これがさ、どっかの廊下のその一室みたいなのだったら、なんとなく作り、ああ、なるほどなるほどってわかるけど、普通にここ通じて研究所に行くわけだからね。うん。ちょっと続きとして、やばい。バレバレって感じ。で、寝てる、ああ、こう標準が当たらないようにしてるしかない。やろう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 。無事でいけってさ、レオンが一生懸命戦ってたから、加勢してくださいよ、頼みますよ。僕一人じゃ、あなた命の恩人なんですから、戦ってって。あ、無理無理無理。まさか、ギャブが。あ、こうやって覗き込むんだ。靴はまず違うと思うんですけどね。でもね、だってネグリジェ一枚で紫のパンチ。Come on, where are you? すごい中断まで来たら、紫のパンティーが好きな方、ぜひ見ていただけたらと思うんですけど、紫のパンティーが好きです。どんな言い方やねん。She's not here either! 逆にも、Who are we looking for? ここら辺倒れてる研究員は、もうちょっと先進んだら出てくるのかな。Deborah, if you're here, give me a sign!いないよ。あ、違った。うい。うい。エンディング。ふみふみちゃん。暴走してんな。まあ、これそうだな。治癒を助けるとかだったら、どれでも暴走する。あ、ちょ、逃げろ。ちょっと、焦って、クリアしちゃった。
大量のキーじゃね、いっぱいあるもんね。別にクイックショット一発手をこれ大したことないですけど。からになんかトイレにさ、よくさハーブって落ちてるけどさ、絶対食いたくないよ、タブレットとかしてもさ。これかっこいい、かっこいい。あ、ちょっと待って、なんとかなんないかな、なんとかなんないかな。あ、これ別にいいや。さ、3発くらい、3発で倒せるできなくて、自立もなんだよさ。よし、OK。もう一個レッドハーブが出てくればいいんだけど、そんな、あの、甘い話でお前へん、いかへんのかい。で、こう敵が出てくるところはちょっと差し出して、うわ、ゾンビー、ベッドからなかなか抜け出せない。すごい、頑張れ、いいんじゃね、頑張れ。あ、こっち向くな、こっち向くな。あ、いて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 。浮いてるわ。Damn it! ああ、ちょっと待って、ああ、ちょっと待って、ああ、ちょっと待って、やられてみたい気持ちもあるけど、今じゃない。横たわる男子、横たわ男子。またマシンガンの弾だったね。で、こいつは生き返ってる。あ、生き返ってるわ。生き返ってるわ。で、もう男だから完全にもう女に行きたいっていうか、もう全然出てきてるんですけど。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。あの、おっぱいだけは本物だと思うんでね。おっぱいだけはね。おっぱいだけは。はい。死んだば。あ、ここで先に、何番？オッケー。よし。んーじゃあ、本日のサービスタイム1。1ってことは2がある。そう、2ももうすぐだよ。イェイイェイ。イェイイェイイェイ。オープン制作。よし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 。んでからに、What the hell is all this? None of these were here 3 days ago. 3日前に、3日間でこれ運んできたってことだね。ただ3日で本当にもういろいろとガラッと変わったんだな。まあ世界はね、1日経てはね、いろいろ変わったりするからね。この間東京に出張しに行った時に、あの、久々に、まあ、某ホテルに泊まったんですよ。で、まあ、前々職の時に、まあ、一社目の時にね、よくその広島とか島根に出張に行ってたから、結構泊まってたホテルなんですよ。だから、ね、系列でポイントとかも貯まるし、いろいろもうシステムとかの勝手が分かってたから、そこ泊まったら楽かなと思ったら、なんかもう、あの、これまで普通にフロントでやってたんだけど、多分まあコロナになっていろいろとこう、非対面式でやらないといけないっていう、まあ、ところもあったのか分かんないんですけど、変わってて、ね、結構変わってて、え、ちょっと、あの、これどうやったらいい、これどうやったらいいんだって分かんないよって言ってて、結構悩みに悩んだっていうね、そんな感じだったっすね。いやー、だからやっぱ数年でね、いろいろとこう世界が変わるというか、もういろいろ変わってしまうんだなーって思ったけどね。まあ、そうですよね。まあ、常にこう、いろいろとね、あの、進化していくというかさ、まあ、便利っちゃ便利だけどね、いちいちね、あの、人と会話してね、なんかいろいろ手で書かされたりとかって当時はしてたから、あれなんだけど、そういうのもいらなくなったりとかしてたんでね、めちゃくちゃ楽っちゃ楽だったけどね、全部こう、QR コードかざして、で、あの、情報が合っているかどうかっていう確認があって、それが終わったら、普通に領収書発行してもらって、それで終了っていうね、ただそれだけの話っていうね、あの、カードキーもその自動のチェックイン機能の中からパッて出てくるもんだったから。What the hell did I just see, Ada?まあ、慣れればね、誰でもそれ使っちゃえばいいんじゃないかな。Kind of. Yeah. ここがね、またちょっとなんか無駄な時間稼ぎというか、なんでこんな仕組みにしたんだっていう、こうちょっと謎仕様になってるんで、そこちょっと頑張らんといけんなっていうところなんですけどね。はい。よし、さあ、頑張っていけすか。ね、人生いろいろあるからね、ほんと。シェーって。
まあ、すごい驚いてます、私、みたいな顔してるやつだよね。どんな顔やねんっていう。オッケーオッケー。よしよしよし。で、こっち進んでいって。このワンワンは何なんだろうね。いつまで出してるワンワンって意味が分かんない。そう、ワンワンとかさ、ずっとここでね、キャンキャンってくる。別に、こいつほったらかしにしてたところで、なんか、特段出てくるわけでもなくっていうところだもんね。うん。何なんでしょうね。一体。果たして果たして。さてさて、まあ、先に、この上にさ、ゾンビがいるから、倒せないかなと思ったけど、ちょっと倒せないっぽい。残念だ。I get it. We have to activate them one by one. ちょっと無理っぽいね。もういっぱいゾンビ来てるね。やばいやばい。今の方の方は相当マニアですね。ペナルティーですね。地味に最初に出てくるゾンビの数がここ多かったりするんですよね。はい、モノマネコンビ。よし、ゼータ、極み。さて、なんか調べられてない。ありがたいよね、レオンが。なんかさ、ちらっとこう、ね、自分じゃ気づいてない敵をこう、確認してくれるっていうか。ああ、いい読みの悪い敵で。そんなあなたに、大事です。イエス。んで、特に2番、大丈夫。ここなんだかんだ初プレイした時ね、確か死んでたと思うんでね、僕ね。下手くそ、オツザマ。診断されちゃうんで、早めに、マイスイートカイに合流しようと思います。で、なんかめっちゃあれだな、見えた、見えたけど、まあいいや。よし、ダッシュダッシュ。で、スーパーはしごダッシュ。Yes, sir. So, yes, sir.自分がビリ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 。ほんまに何やったんや。いやー、やっちまった。で、こいつを引き下げて、の。で、あれ、いる？あれ？あそこなんか下からデンって出てるみたいな。で、こっちからゾンちゃん来てたりはしなさそうだね。で、普通に狙ってんじゃん。狙って、あ、ちょっとなんか、そう、そんなさ、そんなさ、まあ、上行っておいて、あなたを犠牲。あなたの犠牲狙いを切って、あれちょっと待って、食らなかった。あ、もしかしてあれか、あれに当たったか。なんか謎のライツ。謎のライツ。ほら、ベシピキン。
今組みつかれたらね、あの救世主さん出てきてくんないからね、ちょっと頑張らないですね。孤独な戦いが始まる今日。ライトニングホーク使い切っちゃう。3発しか。マグナム無限にしたいっていう思いがあるので、ね、まだちょっと まだこれが止まりきってない。頑張らんといけない。よし、出てきたけど、あ、そっか、ここあれだ。確か。あ、違うな。あれ？あ、でも、おっせー倒れてくんな。ありがとう。ご紹介です。おう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 。あ、ちょ。あ、ちょ、待って。普通に全然クリティカルを使ってくんない。いや、なんか怖い。どんちゅう怖い。一発やる。バイバイ。バイバイ。よし。で、で、もう一丁。ほい。あ、全然普通にキックだったな。普通に蹴っただけだったわ。ほんで、あちょっ、で、他は、ほい、拾う。あー、マグちゃん拾えないところだけど、マグちゃん拾えない。刺すんだよ、普通に刺すんだよね、普通に刺すなんだよね。あれー、よいしょ。じゃあ、オッケー。ここ、あれ、まだいる？いるね。オッケー。じゃあ、あ、ちょ、うまくいかない。うわー、押し付けアタック。よし、オッケー、行くしかないね。んで、オッケー。よし。で、じゃあそろそろオープンセサミしようか。だーね、オープンセサミから。あ、ちょ、ボタン間違えた。V をしようかな。隣の C をしようかな。で、これでシュー。はい。これでようやく次に進めまんな。Finally, come on. ここ無視して進んでってもいいんだけどな。ある程度相手にしてあげないとなんか締めるかな。わかんないけどね。抱きつき放題。大丈夫。あ、大至急俺とつら来るよね。ちょっと待って。もう一度待ったらミスって。キックサッカー。ミス。だ、おい、ちょ、いつの間にいたんだよ、お前。止めろ。止めろ。止めろ。トカタワールか。トカタワールキルも飛んでる。ああ、ありがとう。マジで。あれ。まだいる。全然死んでくれない。オッケー。あ、ちょっとなんかちょっと思ってたのと違う。あ、ちょっと死んでる。普通に死んでた。あは、まあポイント稼げたからいいや、もうとりあえず向かっていくか。あれ、なんか武器が違うけど、まあいいや。いや、あの、完全にお前今食われてた、食われかけてたけどな、ぼやぼやしてるのこっちだったけどな。まあいいや、もう降りてこう。もうこれ以上は食われてるから降りていく。はーい。よし。あざっす。ということでね、一旦この辺りでね、終了とさせていただきたいというふうに思います。ちょっとグダグダなゴールデンウィーク幕開けというところで、ね、明日から頑張ってなんとかやっていきたいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押して続き見ていただけたら嬉しいです。もちろんこの降りたところら辺からね、次回やっていきたいと思いますので、はい、チャンネル登録ボタン、グッドボタン、なぜ2回言った？大切なことからだから、はい。じゃあまた次回バトルお会いしましょう。バイバイ。